どうも高井です。意識が重要、目標が高いほどに上手くなる。アファメーションっていうものがあります。あなたの能力がどの程度か知りませんけど、まあ今の状況が底辺だとして、目標であるもの、私であれば普通はこういう目標に関しては人には言ってはいけませんけど、あえて言うと中間に、まあ、プレゼンでうまいスティーブ・ジョブズがいて、さらに上に演説でうまいアドルフ・ヒトラーっていう人は私の中にはいます。過去にどういう悪いことをしたかっていうのは関係なくて、能力がすごいからという意味で私は選んでいます。で、アファメーションというのはその目標に対してすでに私はその人物を超えているということを、実際能力があるないにかかわらずそう思い続けていく、これがアファメーションです。つまり私はスティーブ・ジョブズやアドルフ・ヒトラーをすでに超えている、そういう自信を持ち続ける、そう思い込み続ける、確信に至るほどに思い続ける、これが重要です。で、そう思い続けてこういうふうに YouTube で動画を撮り投稿して実践をしていく。必要な能力というのは、今はネットというのがあって、情報をキーボードでカタカタって打ったり、スマホでまあ、タッチして触って打ち込む、それをすることによって情報が得やすい環境であるので、必要な情報、必要な能力というのははっきりと見えてきやすいっていうところがあります。昔は本とか買わなきゃいけなかったかもしれないけど、今は動画でそういう能力が習得しやすい、ネットで調べやすいので、非常に実践しやすいのではないかと思う。これからそれを意識してやっていきましょう。チャンネル登録お願いします。画面の右上のボタンを押してください。それでは。